作さん、キムサクチャンネルのソメミです。キムサクくんです。姉です。今日はここお店の前に来てるんですけど、ここで確かサメグッズ売ってるんよね。はい、見つけたんです。見つけたんです、はい、で大阪のツルハシで見つけたって姉から聞いて、ちょっとその情報をもとにここに来ました。それでは早速行ってきましょう。行ってきます。買ったもの紹介します。そのオレンジのは何？これこれね、ウイルス除去今の時期大事ですからねじゃあ紹介しますね。でまずこれがサメのノート。なんか韓国語で書いてるサメグッズってめっちゃ珍しくないです？これが2冊買いました。で次がこれですね。でこれがサメの掃除用具ですね。なんかホコリとか取るやつやね、これ。あと最後がこれがヘアバンド。アイマスクとかにも使えそうなんで、すごい便利グッズですねこんな感じです大丈夫買ってきましたね。これ何？ヤンニョンチキン。ヤンニョンチキン。これは？チヂミ。チヂミ。トッポギ。めっちゃ辛そう。うん、どうも。あ、これあの韓国で有名な冷麺。はい。じゃあいただきます。いただきます。チヂミ。どう？美味しい。美味しい。チキン。辛いこれ。うん。どうなん。ノーコメント。口いっぱい。美味しい。うん。トッポギ。トッポギ。めっちゃ辛そう。いただきます。やば、うん、辛い、もう甘辛い感じ。甘辛いの食べやすくしてくれてそうね。他にトッポギ初めて食べたかも、うん、お餅みたいな感じ。そうそうそう、うん、中にチーズ入ってる。これチーズトッポギ、うん、やれーめよちょっとだけいいね。今日暑いしね。はい、でこれバタフライピーやっけ。混ぜると色が変わるらしいんですよね。でいきます。ベビータッピー。おい全然できてなくないこれ混ぜますね。色が変わるんやんな。色が変わるみたい。変わってきた。変わってきた。うん、お、本当だ。なんか黄色っぽいのかな、紫になったのかな。そうそう、ゼリー入ってるのかな、うん、青の。こんな感じ。次回は海遊館の動画です。今は感染対策で
予約限定で入れるみたいだね。今回紹介したサメグッズはアートボックスというキャラクターの中でボスという名前らしいよ。韓国でも愛されているなんて